遅いな、うん、あ、高村さんが付き添ってくれることになってるんですけど。ああ、いいか、プロテストで一番大切なのは闘争心だ、はあ、ディフェンス、それにフットワークだ。そうですよね。だったくせによく受かったな。お前こそちびそうな顔したじゃねえか。でも俺の相手になったやつは10秒で KO しちまったから。おお、そんなまあ俺様ほどのやつなんぞこの世に。いや、くじい、こちだな。みんなテスト受けるのかな。いびってんじゃねえ。かわいい。今ここでプロテストレネー体にしてやろうか。すいません。だけだ、こんなところで緊張してられないぞ。 4.5 ポンド13番。なんかこ、あ、バテストか。まあ奴なら問題ねえだろ。よう高村くん。あ、高村守の一日って特集はどうだ。幕の内くんの調子はどうかな。もう一人気になる選手がいてね。なんだよ、うっせえな。まっすぜ、しょうがねえな。お笑いの方が向いてそうだな。か、同じフェザー級だったな。君のおかげでかなりリラックスできたよ。ボックス。おら、何やってる。だからね、こんなもんだろ。俺ん時も俺様以外は。さっきから見えないようだけど。うん、そういや、そうだな。どこへ行きやがったん。リラックスリラックス、相手も同じテスト生なんだ。ああ、こんなとこにいやがった。おい、一方。はい。はあ、12番上がって。よし、来よう。よし、来よう。いいね、勝敗にこだわらずにジムで教わった基本をそのまま出すように。緊張してるみたいだよ。俺様の努力も無駄か。おい、あいつさっきの泥臭そうに見えてたけど意外とやるな。こりゃすげえ派手だね。とんでもねえやつだ。これは順当なとこだろ。驚いたぜ、すげえパンチだな。どうもさっきの。おお、藤ちゃん。テスト制レベルじゃねえな。ああ、彼のボクシングはかなり完成度が高い。しかし、んなことに腹立ててる場合か。え？ハーンズの得意技だ。ハーンズって。幕内くん、君に紹介しようと思ってね。お前はフェザーの頂点へはいけねえ。階級変えるか。属した人がいるんです。 もちろん釣りません。ヤギさん、今日届くって言ってましたよね。うん、届いてるよ。もうほんと嬉しいですよ。昨日の夜も全然寝れなくて。授業なんかもありがとうございました。ここは閉めていかんとな。おぞ来ましたよ。失礼します。あ、よう、久しぶりじゃねえかよ一歩。うめ、見たぜ、お前ボクシングジムに通ってんだな。ええ。あ、なんだこれ。どこぞのタレントでもプロのライセンス持ってる時代だ。浮かた誰でも取れるんだろ。やろうじゃねえか。うりゃこれは夢か。信じられねえよ。だ、戻ってきて。いじめられっ子だった僕がボクサーの仲間入りだ。頑張るぞ。え、よし。あれ、ほらほら、打ってこいよ一歩。そんな高村さんにかなうわけなんてな。うわっ、やっほっ。あっだけどビデオデビュー戦鮮やかに KO 勝利といったとこかな。またもう一本あるんだ。
派手に決めやがったな。フェザー級は面白そうでよ。幕の内君にだって一発の破壊力がある。本人が気づいてないのは不思議だね。戦の対戦相手が決まったぞ。西川ジムの小田雄介じゃ。何？小田雄介だって。知らねえならもったいつけんじゃねえよアホ。この右は要注意ですね。デビュー戦か。デビュー戦かよこのお前が。痛い痛いですよ青木さん。この一つ上の階級じゃないですか。そこじゃうだつが上がれねえもんでフェザーで出す。でもすでにプロで5戦してる人なんだ。絶対に気を抜けないぞ。小田ならロードワークに行きましたよ。なに？そいつは関心じゃねえか。うちの野郎よ、覚えてんだろ高校の時の。あいつが警官だぜ。こんなところで私と会ってたらコンディションに響かないかしら。心配すんなって。それとも何か俺が負けるとでも思ってるのか。お父さん。ワークはどうした。ロードワークは。せっかく会長がフェザー級で新規一点。こそこそはないでしょう。ロードワークだってちゃんとやりましたよ、ね、俺は試合には負けたけど勝負に負けたとはこれっぽっちも思っちゃいませんよ。脳ガキはそれだけか。何が華麗に KO だ。ヘロヘロになりやがって。目に俺の悔しさが少しでもわかるか。え、 KO でデビュー戦を飾った時右ストレートには正直しびれた。何になっちまんや。てめえは KO 以外まと認めねえらしいが、テストでド派手な KO 劇を見せたって評判の玉よ。それからこの試合に負けたら次はねえと思えよ。ジムの方でもこれ以上おめえのようなババリ縁切らすからな。いくぞ。します。ったくあいつの練習好きには頭が下がるぜ。俺だったら小田って聞いた瞬間。いっちゃのびちゃんよ。あ、そうだね。サービスしろよ。えいえい。だからよ、そんなに心配いらない人ですから。一発もらっちゃうと相当効くだろうし。てるらしいぜ。どんなピエロだよ。4回戦で3勝2敗のくせに。うおお、出た。あ、当たるんですか。人出た。え、本当ですか。あれは才能のねえ分努力で補おうって涙ぐましい連中なのさ。あなた本当にボンクラなの。てめえ。別れる。はのかわからないもの。もうついてけない。ないんですよ。試合が楽しみで、なんだかみんな見透かされちゃってるな。まあ僕にはこれしかないですから。エンタラってんじゃねえ。ダッシュだダッシュ。みんなだって言った。引き合わされる羽目になっちまって。ユウスケが言い出したの。いつから言い出したのか。もともと才能はある。いっか、織田の右ストレートもらっちまうぞ。よし、そのボディからか。はい。次、小田選手どうぞ。こんな締まった体で臨むのは初めてだな、おい。はじめまして。会長、あの人本当に根性なしなんですか。話と全然違いますよ。なりたいんだろ。だったらこれくらいはやってみな。
第一試合幕内選手時間です。はい。第1試合フェザー級4回戦を行います。